せーの、はい、みなさんこんにちは、ゆうカフェのゆうかとすみちゃんです。ゆうかとすみちゃんです。久しぶりですね、すみちゃん。はい、みなさん待ってましたか、すみちゃんの登場。そうだかな。ちなみに今日もスパークの T シャツを着ております。今日はこの間、私たちが大阪に行った時にあの薬局に行ったんですけど、これを買ってきました。じゃじゃん、記憶力を維持する中高年向けほろ苦ミントガムです。で、なんでこれを買ったかっていうと、なんでですか？あの、ゆかが記憶力がほぼないんですもん。あ、なんていうか、一緒にデートしたんですね。で、次行ったら覚えてないんです、この子。うん、いつも私一人だけの思い出で、まあその時期が早く来たかなと思って。その時期ね、これ見た時に買わなきゃってなったよね。そうそうそう、だから本当にこの子記憶力ないんです。ないっていうか、まあ何も覚えてないかな。だから今日はこれを試して、本当にこのガムが効くか試してみようと。そうですね、思います。ゆかちゃん今音楽着てて多分聞こえないと思います。私10個ぐらいの質問を用意したんです。一応基本的なのと、まあゆかがちょっと思い出すのが難しいのやつを10個ぐらい選んだんですね。1、うちらの結婚式の日は、まあそれはもちろん覚えますよね。2はパクホーム1号店のオープンの日、3はパクホーム2号店のオープンの日、あと4はパクホーム3号店のオープンの日、あと5は他のお姉さんがいるんですね。そのお姉さんの結婚式はいつ、ソウルで住んだ時いつも行ってる場所はどこで、その場所のいつも写真撮った場所の山の名前は、私はいつも覚えてますけど、ゆかも覚えてますよね。でも記憶力ないんですから、ゆかちゃん結構あの頭後ろの方が結構あの大きくて、なんていうかこの辺がちょっと大きくて、そうそう、なんか結構後ろの頭が大きい女性ですね。顔はまあまあ三角感じで、まあいい、まあそんな感じの綺麗綺麗がまあまあ顔ですけど、後ろのあの頭が大きくて、まあ記憶力がないのはなんでかな、頭も大きいのにね。まあ一応あとゆかのパパラチのショット、あの結構うちらパパラチショット写真を撮るんですけど、それを初めて撮る写真、撮った写真とこは、場所は結構おもろいパパラッチ写真があったんですね、その時。じゃああと、こちらが新婚旅行行った場所2つと、あとこちらが一番最初にジェジュ来た時見た犬は、あと10個目パコミ1号店って、こちらのコーンのとこに来て1ヶ月ぐらいなんか住んだ犬がいたんですね。この犬の名前は、こちらが付けてあげた名前は、まあまあこういう感じで10個の質問を床に来てみます。まあ一応私は50と50かな、50当てて50は合わない感じ。まあまあこれぐらいかな。なごこと何悪口すごい言ったんじゃない。言ってないよ、普通に。皆さん信じないでくださいね。はい、はい、じゃあ一応あのガム食べる前ですね。そうですね。で、私が質問パッとして5秒ぐらいできなかったら次の質問考えないでね、そんなにそこまでね。はい、分かった。じゃあ、いきます。ドキドキ。あの、結構簡単のも入れたから。あ、そう。そうそう、まあすぐ覚え出せよなって感じのも。分かった、ね、これ覚えなしたら、なさったら、なかったら。1、こちらの結婚式の日のな、日は10月14、うん、おー、ギリ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 。パコホンの1号店のオフの日は分かりませんよ。パコホン2号店のオフの日は分かんないよ。3号店のオフの日は6月おでいいの、わかんない。3? 6月と、だいたいのね、3? じゃあパス。あと、ゆかの一番目の姉さんの結婚式はいつ、なんかだいたいの8月あ、ちゃうん、何年2017。あ、次、うちらがいつもソウルで住んだと聞いた場所はチャムシ。違う違う、あの車乗って1時間半ぐらい。あ、カモンド。じゃあ、カモンドのどこですか。オーシャンワールド。じゃあ、うちらがいつもそこにいて、そこの近くで写真を撮った名前、あの山の名前はバリヒルズじゃなく、どこ、アメリカ、ビバルディ。どういうこと、違う、いつもだよ、いつも。なんかパス、パス。ゆかのパパラチの写真を初めて撮った場所は、それ覚えてる、セビオル、オルム。おお、じゃあ、こちらが新婚旅行行ったとこはタイです。あとは
タイです。あとはなんでなんでタイじゃん。バンコク、パタヤ。ああ、それ忘れたらやばい。それ忘れそうやなと思って。こちらが初めて来た、テジュー来た時、なんかイサしに来て見た犬の名前はローズ。おお、すげえすげえ。ほら、あのパコミチゴ店のところ、なんか結構待たせて、夏ぐらいに、うん、1ヶ月ぐらい住んでいた犬の名前はドゥユ。おお、ドゥユ忘れないよ。じゃあ、一応何点でした？10点満点の4点です。じゃあ、一応ほな、コンボを食べて、その記憶力がまた出るか。戻るか、うん、やってみましょう。はい、一緒に食べてみようか。うん、分かった。2つ食べる。2つ2つ食べる、うん、分かった。私2つじゃあ食べます。結構強いね、味が。これ、イチョウの葉っぱの成分が入ってるみたい。うーん、違う。5分ぐらいやってみて。噛むの？すっきりする。でも頭のこの辺がすっきりします。もっとあんな忘れるんじゃない、すっきりして。ダメ。じゃあ行ってみましょうかな。じゃあこちらの結婚式の日は10月14日。 OK。 パコミチゴ店のオープンの日は、まあ勝つでもいいよ。いちご店ね。はい、何年？5月。何年？2016 7 6 7と6ぐらい。え、うん、 6の5月。ちょっと待って、何年？2016年の5月。5月。うん、 OK。 合ってるの？ああ、パコホン2号店のオープンの日は、2号店がね、うん、よく噛んで、よく噛んで。あの遠いとこも見てみないかい。全然考えてないな。11月。おお、マジ？わかんないよ。じゃあ3号店は、3号店だから6月だね。6月ね、はい、それ覚えてますよ。去年ね、1番目の姉さんの結婚式の年と勝つだけところ、2017年8月。おお、すごいすごい、結構。おお、得点いいですか？いやいや、結構。マジ？あ、僕も。あと、うちらがいつも行ってるお社もいる。そこの近くの山の一番、うちらがいつも絶対行って、もう絶対写真そこに寄ってサインもして、そこに。え、覚えない、覚えない。なんで？そんな、わかるよ。どういう場所かわかるけど、名前覚えてません。そ、いつもあのサイン、3年連続行って、3年連続書いてあるじゃん。龍角さん？それはのダメだ。わかんない。でもわかる、どこかは。本当？多分そこだと思う。どういう感じの石なの？なんかこういう大きい石だったね。おで、なんか名前書いてあるでしょ。そう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 。で、そこの横で撮ったでしょ。そう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 。じゃあ覚えてると思う。名前は？いや、だから。分かった。じゃあ、ゆかのパパラッチ写真を初めて撮ったとこは？それがすごい、さっきちょっとセビアロールって言ったけど、困ってるのが、そっち工事か、セビアロールみたいな、待ってるんだけど、セビアロール。おお。じゃあ、こちら新婚旅行ったとこは？バンコク、パタヤ。こちらが初めて来て見た犬は？チェジュニー。ローズ。いちご店の時、1ヶ月住んでいた犬は？ドゥユ。一応終わりました。はい、お疲れ様です。点満点のタララ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 ラ、じゃん、5点。え、1個だけ？1個、でもいいね、いいね、1個、1個、1個。そっか、もっと食べれば。じゃあもっとってことだね。そうそう、結構効くって思うよ、1個ぐらいは。何が1個上がったの？いや、さっきあのすごいって思ったのは、うん、あのよくあのパパラッチショット、あーって言って、そっち工事と一番あのセビョロルンって言ったけど、そっち工事やってます。あ、あってん、そっちなんだ。そうそう、でもね、初めてカモ食べる前に言った時はそっち工事全然気づかなかったよ。セビョロルンって言った、うん、でもそっち工事なの。だから食べてからそっち工事って言ったから、お、思い出してるこいつって。そうそうそう、すごい。え、じゃあそれでポイントと違うか。間違ったよ、結局。うちらの結婚式は OK ね。 OK、うん、正解。うん、箱道場店のオープンの日は16年ですね、17じゃなくて16年4月です。はあ、あ、4月。そうそうそう、私なんて言った？6月。6月か、こうか。うん、4月な、なんか、うん、あと2号店のオープンの日は11月って言ったね。そうそう、工事したのがもう11月なの。あ、じゃあすごいじゃん。でもオープンは結構細いよ。何？4月ぐらい。え、うん、で、3月は、あ、3月で、3号店は17年6月、去年なのから、これが正解。あ、オッケーオッケーオッケー。1番目の姉さんの結婚式は16年なの、あなた。もう2年前ですよ。私17年って言ったの？はい、分かってたよ。でも間違ってたよ。7月ね。うん、7月か。そうだごめんね。あと、こちらいつもお正月で行って写真撮った場所はハイコングさん。分かんないの、逆に。分かんないの、聞いても覚えてないよ。すごいわ、その写真を覚えてるよ。だから文字で覚える人じゃないと思う。じゃあ、ゆかのパパラッチ写真の最初撮ったとこはそっち、こっちです。はい、それが間違って、でもこれちょっと感動したです。そうそうそう。で、うちらの新婚旅行は出ました。
あのチェジュに初めて来た時あたりの名前当てました。うん、じゃそんな感じのこのコムの威力というか、威力というかなんか集中力が高いなるのはあると思います。ちょっとあるかもね。ちょっとあると思います。うん、4個だったのが5個になったので、皆さんもぜひ試してみてはいかがでしょうか。はい、それではこんなゆかすん夫婦のチャレンジでした。なんか面白いアイテムとかあったら皆さんコメント欄とかで教えてください。で、あと私たち今度何をオープンしますか。オープンの夜ご飯なしあの服屋さんですね。うんうん、まさかの今日ダサい服着てるけどお前はなんでスパークなんだよいや家だからね。もうすぐだね、5月初めぐらいオープン予定なので、ぜひぜひチェックしてみてください。インスタグラムはこれね、バコブブ、そしてサイトもバコブブになるんだけど、まだオープンになってないのでインスタグラムでチェックしてみてください。バコモンもパロ一瞬 あるかわかんない多分それでは最後まで見ていただいてありがとうございました。次の動画で会いましょう。バイバーイ、アニョン。にゃー、痩せてうるさい。